西ウクライナ人民共和国は、オーストリア・ハンガリーの支配下にあった、ウクライナのハルイチナー地方で1918年11月に成立した独立国家である。略称はゼネル。教会や自由主義、社会主義の強い影響を受けた、ウクライナ国民民主同盟が、指導的地位にあった。20世紀初頭、カリツヤ地方の住民は、ウクライナ人が6割を占めていたが、 彼らの大半は農村部に住んでおり、都市部は主にポーランド人やユダヤ人によって支配されていた。とりわけ後に、本国の首都とされるリビウには多くのポーランド人が住んでおり、ポーランドにとって最も重要な都市の一つとみなされていた。それゆえ、西ウクライナ人民共和国が1918年11月1日に独立を宣言したとき、 ポーランドは直ちにガリツアイ侵攻を開始した。西ウクライナは東部のウクライナ人民共和国と同盟することを選び、さらに1919 19年1月22日には両国の正式な統一が宣言された。しかしながら西部がポーランドの東部がソビエト赤軍及び北軍からそれぞれ攻撃を受けていたため両国の軍事連携はうまくいかず。 結局1919 19年7月17日、ポーランドのガリツヤ地域占領によって、西ウクライナ政府はウクライナ人民共和国への亡命を余儀なくされた。カームやネツェポジーリシクイに亡命政府を設立した西ウクライナは当初、キエフのウクライナ人民共和国政府と共同して、独立戦争に参加していた。だが、ロシアの潜在的同盟国として、 ポーランドを敵視した西ウクライナ政府に対し、キエフ政府はむしろ、ポーランドを、対ロシア戦争の潜在的同盟国とみなしていた、ため、両者の関係は徐々に悪化していった。キエフ政府がポーランドとの交渉を始めると、西ウクライナ政府は秘密裏に、ソ連軍と同盟を結ぼうとしたものの、条件が折り合わず失敗した。西ウクライナは今度は、アントン・デニーキン率いる白軍と接触し、 ロシアにおけるウクライナの自治権保障と引き換えに軍事同盟を結ぶことに成功した。デニーキンはこの同盟によって正教差で知られた西ウクライナ軍を味方に引き込み、キエフのウクライナ政府との戦争を有利に進められると考えた。一方、キエフのウクライナ政府は当然ながら西ウクライナの決定に激しく抗議したが、西ウクライナ政府は 白軍はやがて赤軍に圧倒されるのだから、今のうちに白軍を取り込んで、ソビエト赤軍との戦争に備えるべきだと主張した。両政府はもはやお互いの協力は不可能だと判断し、西ウクライナ政府はウィーンへ亡命した。1920年4月、ポーランドとキエフのウクライナ政府は、ワルシャワ条約に調印し、ズブルチ側を正式に両国の国境とすることを決定した。 これはすなわち東部ガリツヤ地方がポーランドに組み込まれることを意味し、同地に住むウクライナ人に強い失望を与えるものだった。二ウクライナ亡命政府はこの条約を認めず、第一次大戦の戦後処理を話し合ったパリ、講和会議にこの問題を取り上げるよう求めた。新たに設立された国際連盟の理事会における長い議論の末、1923年3月14日には、 東部が律屋をその特殊な民族事情に配慮してポーランドが領有することが正式に国際社会で認められた。この決定の後、2週クライナ政府は失意のうちに解散した。ありがとうございます。